ソフトバンク和田剛投手、43、が5日、みずほぺーぺードーム内で引退会見を行った。プロ22年目、引退への思いを固めていたのは7月頃だった。度重なる怪我があり、今シーズンの終盤は股関節を痛めた。股関節って言ってたけど、実は内転筋の肉離れだった。何回も注射を打った、と明かし、引退を決断したからかな。 どんどん体がボロボロになっていった」と胸中を明かした。